カールス広場のプロジェクトスペースクンストハレ・ビーンによって仮の施設として設計された輸送コンテナのような箱型の建物の中にあった。2001年ミュージアムクォーターに建てられた新しい建物にビーンの他のところにあった他の美術館と一緒に移転した。クンストハレは国際的な展望を持っており、地元ウィーンのみならず国内外のアーティストの作品を展示する使命を与えられている。 カール広場の休館は小さなガラス張りの建物に建て替えられプロジェクトスペースとして新たに注目のアーティストやクンストハレのために特別のアーティストのグループ店などに利用されているクンストハレの2つのカフェの1つは休館の方にある2002年イタリアの美術雑誌アルテがクンストハレをヨーロッパで6つの今ベストのアートセンターの1つと呼んだことがある2005年 クンストハレは、トルコ系ドイツ人のフエリガンザイモグルの作品展、コニックアタック、トルコからの3度目の攻撃を開催した。ありがとうございます。